皆さんおはようございます。今日は私の大学をご紹介いたします。私は大学メディアに住んでいるので、いつも歩いて大学に参ります。滞在は10分かかりますね。ここのビクシーには大学につながる道がありますが、私一回も使ったことがありません。隣は飲み物屋さんです。ジュースやコーヒーなどが売っています。今、テクニックキャンパスの前です。私はこのキャンパスで勉強することはめったにないので、ほとんどは参りません。今日は少しだけご紹介いたします。入り口入ってからしばらく進むと三木川に仏像がおります。左側が教養学部の建物です。そして80ビュールにコーワーキングスペースもあります。これからバーピッピムキャンパスに参ります。まっすぐ歩くと食堂があります。ここは食堂です。コピーショップもあります。食堂の近くに駐車場があります。そちらは食堂です。あちらにもお店があります。次は私と友達がよく行って場所、体育館です。体育館に行く前にここのウォーターサーバーで水張りにします。体育館は7階ですからエレベーターを使います。ここでバスケットボールやバドミントンなどを出します。それは私の大学をご紹介いたしました。
見てくれてありがとうございます。